事故があった現場です乗用車1台は完全にひっくり返っている状態でもう1台は側面が潰れ中がむき出しとなっています事故があったのは総ウウ峡に近い上川町清川の国道39号線です午後1時30分ごろワゴン車と RV 車が正面衝突し2台とも路外に逸脱後続の車が119番通報しましたこの事故で男性3人が病院に搬送され このうちワゴン車の助手席に乗っていた30代ぐらいの男性が死亡しました現場付近の路面は圧雪状態で事故当時はふぶいていたということです警察は事故の原因を調べています